FNN プライムオンライン、中学3年間楽しかった、ありがとうございました。優しい表情で微笑む少女。変わり果てた姿で発見された梅本恵里さん、34、の中学時代の写真です。画像、土の中から遺体が見つかった現場、今月26日、兵庫県加西市の草むらで警察官が行方不明となっていた梅本さんの遺体を土に埋まった状態で発見しました。司法解剖の結果、梅本さんの死因は首を圧迫されたことによる急性窒息死だったことが分かりました。そして、死体遺棄容疑で再逮捕されたのは、知人で会社員の関口洋雄容疑者です。関口容疑者は、24日の段階で、梅本さんを連れ回し監禁した疑いですでに逮捕されていました。関口容疑者は容疑を認めていて、殺害についてもほのめかす供述をしているということです。車に同乗、駐車場から遺棄現場までの3時間半に何が？田中義行キャスター、警察によりますと、関口容疑者は、今月23日の午後2時20分頃、姫路市内にありますこちらのスーパーの駐車場で梅本さんと待ち合わせをし、車に乗せたということです。警察によると、梅本さんが車に乗り込んでから3時間半後、関口容疑者の車が遺体の遺棄現場周辺に立ち寄っていたということです。梅本さんは、この間に殺害されたとみられます。田中義行キャスター、現場周辺、かなり広い範囲で規制線が引かれています。あの奥にあります、緑のテント周辺で梅本さんの遺体が土の中から発見されたということです。周辺見てみますと、周りは山に囲われてまして、休耕田であったり、畑が広がっているような場所ですよね。奥にある白い建物、工場がある程度、住宅などは全くないような状況になっています。この場所が遺棄現場になった理由はあるのでしょうか？目覚まし8は、事件当日、遺棄現場周辺で、不審な車を目撃したという人から話を聞きました。現場の周辺で働く人、この辺りは農家の人ばっかりやから、セダンはほとんどないからおかしいなと思って、向こうから多分同じ車が上がってきて、それでライトついとったんですけど、作業員さん見てライト消して、バックでくぼみのところ入って行ってっていうのがあって。男性によれば、その日、同じ車を何度も目撃したと言います。現場の周辺で働く人、23日の土曜日に、朝10時くらいに、あのくぼん出るところに黒い乗用車がいて、僕見て、次、午後4時くらい。その後、夕方6時くらいかな、午前10時にも目撃されていた黒い不審な車。それはスーパーで2人が合流したとされる時間よりも前。この車が関口容疑者のものか分かっていません。